はい、皆様こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今毎日愛と感謝と豊かさを込めてこちらの YouTube を配信しております。スピリチュアルコーディネーターで伴奏ピアニストの森本明美です。このチャンネルでは前半は音楽が1曲、そして後半はこちらのスピリチュアルバランスカード、それからサイキックタロットラクルカード、そしてエネジオラクルカード、こちらのカードを使ってカードリーディングを通して高知県からメッセージを下ろしてお届けをしております。このメッセージが皆様にとって願望実現、また恋愛成就、そして愛と希望あふれる癒しのひとときとなりますように、いつも本当にありがとうございます。はい、今日は7月18日ということで、7月18日生まれのお誕生日の皆さんもお誕生日おめでとうございます。そして7月18日生まれ、ようこさんおめでとうございます7月18日生まれの皆様にとって、この1年がますます幸せな1年になりますよう心からお祈りしております。本当にお誕生日おめでとうございます。はい、それでは今日の1曲です。今日の1曲は歌ビート音楽スタート。NHK だったかな、あのおじゃる丸の、ね、主題歌で、多分北島三郎さんがね歌われていた曲かなって思うんですがさあ今日の曲はいかがでしたか。はい、少しでも音楽を聴いてこう、ね、元気になったよって感じてくださった方、ぜひ上向きの高評価ボタン、そしてチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。励みになっています。はい、それでは後半に行きましょう。こちらスピリチュアルバランスカードを使って、今のタイミングで、あー出た、見た時のタイミングで一番素敵なメッセージ、また願いが叶うメッセージです。じゃあ行きます。一定のでじゃん、エンジェル天使ということで、水比が21番となっています。天使が出てる時っていうのは、ちょっとこっち出しながら行きますね。サイキックタロットラクルカードからお預かりしていきます。本当にあなたの、まあ、その周りにですよね、今していることだったり、まあ、取り組まれていることだったりとか、もしちょっとこう
どうかなって思っていることをなんかうまくいったらいいなとか、何か解決したいことだったりとか、本当にねそれぞれにあると思うんだけど、その時にって必ずあなたは守られてるっていうことだったりとか、そういった、その天使からのサポートということで、道がどうやったらいいかなと思ってる時に何かその糸口が見つかっていったりだとかね、そういったことが起こってくるよってね今日言われている。でしかもなんか今日歌人だったじゃないですか。で、まったりまったりみたいな感じに言われてるから、急がず焦らず参ろうか、あっ出たってなっているから、本当にそういう時ってこう、ね、例えば焦って、あこれもやんなきゃ、どうしようどうしようってね、でもみたいなあっても、必ず止まっているように感じている時もそういった動きは起こっているわけだからさ、そうだから焦らなくても大丈夫っていうことをね今日はね、音楽とそれからのカードを通して伝えてくれてるんだろうなって思うんですが、ちょっとねもう一枚お出しをしていきましょう。とは言ってもでね、やっぱりそうは思っていて、あそうだなってこう、あそうなんだみたいな思っててもさ、やっぱりそのね感情面とかでどうしてもこう、うーんって思ったりすることってもちろんあると思うんだけど、でもそんな風に感じることでしょうね。なんか本当にこれでいいのかなとか、どうしてこうね例えば物事がうまく展開していかないのかなって、思っていることがねもしあったとしてもね、あなんかこれ昨日のカードが出てきたそうだけど、本当に必ずそのようにサポート入ってるっていうことを言われてるから、ちょっとこっちで、エナジーオラクルカードからお出ししていきます。そうだから本当に焦らないっていうことをね一番に今日伝えてくれてる、歌詞にもねその急がず焦らずって出てるけど、それこそさなんかこの一休さんとかでもなんか焦らないなんだっけ一休みっていうのかな、ああいったことも言われてたけど、本当にその例えば一休みただ何もしなくて休めばいいとか、そういう意味ではそれもねそうだけど、なんかそういったこととかではなくって、やっぱりやっている日々やっていることとかがあるから、それを自分が本当に信頼していたらって、もうそんなにせかせかしなくても大丈夫みたいなこともね今日なんか伝わってくるけど、はい、ということで今日こちら10番そして2番で4番で4番となってます。4がここね2つある。はい、じゃあねエンジェルということで、ここからはねしっかりリーディングに移っていきます。じゃあよろしくお願いいたします。ここでね今日天使のサポートっていうことも言われてるんだけど、まずこちら言われているのはデスティニーということで、運命っていうことをね、その運命の輪っていうことで言われてはいるんだけれども、その回るなんていうそのタイミングっていうのも今日入ってくるんですよ。ガラッと今の、ね、ご自身の中でその運命が回るタイミングだったりとか、すでに例えば回っているよとか、もうちょっとしたら回るよとか、その動き出すっていうのかな、動き出すタイミングだったり時期っていうものはやっぱり時が満ちたらっていうのも今回言われているから、そういった意味では例えばなんかこう、願うとするじゃないですか、こうだなとか、これを伝えていったらこうなっていく、これを動いたらこうなるみたいな、その例えば願望だったりとか描くことがやっぱりあると思うんですよ。そこでね目を閉じているんだけれども、閉じているっていうのはそういった想像していることって今日言われてるんだけど、描いていったことだったりとか、ここしっかり目を開けてここ見えているから、すでにその世界が見えているっていうことももちろんそうなんだけど、あなたがって内側で、描いた世界ですよね。こういう構想を練っていこうとか、あでもこうなっていくなとか、あこの景色見えたから絶対こうなるわとか、そういった思ったことですよね。まだ目の前には現れてないけど心の中で見えたことだったり、この心眼の目で見えたビジョンっていうことかな、なんかそういったことに対しては今すぐ目の前にこう現れていなかったとしても、必ず時期が来たら回るっていうのを言われてるんですよ。でそのためのこちらエンジェルって言われてる天使のサポートっていうのは、あなたのタイミングにおいて、例えば人との出会いかもしれないし、そういうお声がかかることかもしれないし、降りてきたインスピレーションかもしれないわけだから、なんかそれを受け取っていくことっていうのかな、そのサポートに委ねるとっていうことも今日言われているから、
必ず回るっていうことは言われてるんですよね、ここね。そうだから本当に今どういう状況にあったとしてもって気持ちの面で焦らなくて大丈夫っていうことを今日はね一番に伝えてくれている。そうなんかまあ例えばだけどさ、本当にあ時間が間に合わない、どうしようどうしようってこう思って焦って用意してる時に限ってこうどっかの足の例えば机の角に足ぶつけたりとかして痛いってなったりとかあまた忘れた、またあの忘れ物もってこうバタバタすることってあると思うんですよ。だけどそういう時こそ確かに間に合わなかったらいけないからこう急ぐ気持ちはもちろんあるんだけど、そういう時こそはーってこう深呼吸を例えば一回呼吸を置いて、あちょっとあれとこれとこれうん大丈夫っていう確認ができていくわけだから、そういった意味ではこう焦らないっていうことを今日ね一番に伝えてくれている。焦らなかったら必ず回っていくタイミングがあるから、時期が来たらそうなるからっていうのも言われているから、そういった意味では本当に今の目の前のことですよね、目の前に現れていることをってこう一つ一つ積み上げていくっていうことね今日言われている。でそしたらこちらで第二チャクラで言われてるんですよ本当にこれは踏み出していくことができるっても言われているから、そのエネルギーの活性化をしているわけなんですね。性エネルギーの活性化っていうのも言われているんだけど、自分の中にあるその男性性の部分と女性性の部分ですよね、クリエイトしていくことだったり、それに伴う行動力、ね、またこう0から1を作り出していくこと、構想したものを必ずこう生み出していくって作り上げていくことができるって今回言われているんですよ。でそのための構想に対してのこちらでも言われているから、サポートだったりとかね、そういうお声だったりとかアイデアって必ず入ってくるとも言われているから、ただ今回言われているのは作り出していくことができるっていうのは言われてはいるんだけれども、本当にただ思っていただけで何もしなかったら、あそうなんだなってこうただぼーっとしているだけだったりとか、ああそうなんだだけだったらやっぱりそれは作られはしないっていうことはやっぱ言われてるから、そのサポートっていうのは自分がこういう行動を起こしていこうって思うことだったりとか、それに伴うアクションですよね、行動していくことで背中を押してくれることかもしれないので、そういった意味では男性性のエネルギーが出てるから、本当にアクションということを行動していくと、もうどんなことでもいいんですよ、今自分ができるかなって、これだったら大丈夫かなって思う、その一歩一歩っていうのかな、それをしていくと必ず作り出していくことができるって言われている。であとこれは女性性のエネルギーでもあるので、そういった動いていった時こそ多分周りからの声だったり、あじゃあこれこうやったらとか、例えばねなんかそれをじゃあこれしてあげるとか、じゃあこれ受け取ってとか、そういうことも声もかかってくると思うので、そういった意味では受容するということで、あらゆるものを受け止めていくっていうのかな、横にもつながっていけるから受け取っていくこともできるともね今回言われている。そうで受け取るっていうのもそうなんだけど、やっぱりその、まあ、お腹の赤ちゃんをここでもなんかこうやっぱ出るんですよ、このエネルギーの時って出てるんだけど、あれってやっぱ命を育んでいくだったり育てるっていうことも言われているから、今回本当に言われているのはその一歩一歩の行動がそういったことを育んでいってるわけ、なんか育てていっている期間だからっていうの言われてる。何を育てるのかっていうのはここで今まだ目の前には現れてないけど自分の中で描いた構想ですよね、その構想を今育んでいる時っていうことね、今日伝えてきてくれている。でこちらのカードが出てるんですよ、4番のカードで言われてるんだけど、やっぱりそういう時こそここ今日はこれねどっしり構えててっていうことで言われてるんですよ。やっぱりこうねどうしてもこうすぐ本に行きたい、すぐこうやりたいって思いって出てくると思うんだけど、今はって本当にってあなたの中でそのタイミングが来たら必ずその気がついたらそうなってた、あ気がついたらあできてるとかあかなってるっていう状態まで行くわけだから、ここ柱も言われてるんですよ、必ず到達するっていうことも言われているからこそここで言われてるのは今日はどっしり構えててっていうことを言ってくれている。あとぶれないでっていうことも伝わってくるんですよね。そうだから自分の軸っていうものがあってね、多分こうだな、絶対こうだなって必ずこうなるっていうのがもう見えているわけだから、そういったことに関しては自分の
の軸を持ってブレずにいるっていうこと、そのブレないあなたでいてどっしり構えててっていうことを今日言ってくれているのと、あとはやっぱりそういった軸っていうのも人間だからさ、ブレないと思っていてもブレることってやっぱあるから、そういった意味ではそのブレても大丈夫なんだけど、あ今ブレてるなって気づくことですよね。気がついたら、あまた、あ大丈夫だわって、あでも無理かもって思っても OK だからっていうのことも言われてて、どういったあなたになってもっていうのを言われてる。どういったあなたが来ても、どういった感情が起こったとしても、それを自分でどっしり構える、うん大丈夫って思えるぐらいどっしり構えてると OK っていうことを今日はね言ってくれている。そうで、そしたらこちらのカードで言われてるんだけど、ハッピーファミリーということでつながっていくんですよね。あなたのここで構えてた思いっていうのは、自分がこんなことを作っていきたいとか、こういう例えば世界を広げていきたいね、ここを広げていきたいっていう思いだったりとか、本当に自分の中にあるその信念っていうものがそれぞれにあると思うんですよ。ただ単にやっているようであるかもしれないけど、実はここでもね、奥底ではって、こうなったらこうだ、こうなったら次こうなる、これはこれな、何のためにって、じゃあ自分の例えばね、その目の前の方の幸せのためにだったりとか、笑顔のためにだったりとか、世界平和のためにとかね、やっぱりいろんなその何のためにっていう目的意識ってたくさんあると思うんですよ、自分の中にね。でも絶対こうだって思いはあると思うから、それを曲げずにっていうことですよね。そしたらって、その意思をこう反映していけれるっていうのかな、その世界っていうのが必ず作られるっていうのも言われてる。でここでも言ってるのが、虹が出てるんですよ。虹がかかっているっていうのは、やっぱり簡単にはもちろんいかないかもしれない。この虹が出る前っていうのは雨が降ったりとかね、例えばあの台風があるかもしれないし、まあわかんないよ、わかんないけど、いろんなことがそれぞれの中で、ああちょっとしんどいな、あいつになったら虹が出るんだろうとか、いつになったらこの雨止むんだろうとか、なんかそういうことってもちろんやっぱあると思うんですよ。それ何もないわけないからさそう、やっぱりそれぞれに感じる思いってあると思うんだけれども、必ずって、必ずここ光が見えているから、今どういう状況であったとしても必ずそこには光があるっていうのも言われてる。この光がエンジェルで言われてるから、サポートだったり、そういった天使の声、天使っていうのもやっぱり自分の感じる天使っていうのがあると思うんですよ。本当にあなたが頼りにしている人からの声かもしれないし、例えばご先祖様からの声かもしれないし、そういった神頼みじゃないけど神様からこうだよって言ってくれることかもしれないしね。やっぱりそれぞれの光っていうのがあると思うんだけど、必ずあるっていうのも言われてて、だからって今どういう状況であっても、もし今苦しいって思ってたりとか、あしんどいなってね、ここ雨が降っているようなことがあったとしても、必ずその思いは虹がかかっていくっていうのは、祝福に包まれていく、その橋をあなたは今歩いているっていうことを言われてるんですよ。そうだから、ここ4番でも言われてるんだけど、ぶらさない、自分の信念を貫き通すっていうのかな、いい意味でね、そういったことをね今日言ってくれている。その運命ですよね。こちら運命の輪で言ってるんだけど、すでに回っていてって気がついた時には、ここで見えなかったあったものがあなたの目の前に現れている。でその時にこれ胸に手を当てているから、改めてって、あ本当に良かったなとか、あもうすでにこうなってるんだなって、あありがとうっていう言葉が自然に出てくるみたいなことも今日言われているから、やっぱりそのまあ、ありがとうだけじゃなくても、本当に豊かだなとか幸せだなとかね、そうハッピーで言われているからね、幸せって感じていくことだったりとか、いろんなことがそれぞれに、本当これからのね、やっぱ世の中も今表してくれてたりだとかすることもあると思うんだけど、あの、まあ、幸せって、まあ、本当ハッピーファミリーでも言われてたけど、やっぱり幸せの感じ方って人それぞれだと思うんですよ。自分の中で、あこうしていったら幸せだなとか、あ今いいなとかさ、例えばこの1分1秒が、あ豊かだなってそれぞれ思いに感じるかもしれないし、例えばね、その自分の大好きな人と会ってる時が幸せだなって、触れてる時が、あ幸せだなって思うこともあれば、ね、その業績があってこの達成した時に、あ達成できた幸せと思うことがあるかもしれないし、ね、本当に人それぞれだと思うんだけど、そういう幸せ、自分が感じる幸せをいっぱい見つけていくことができるっていうのかな、なんか
そういったこともね今日伝えてきてくれている。だからどういう状況それぞれにね本当にあると思うけど、必ずここ虹もかかっているっていうことと、あと運命の輪でもすでに回っているっていうことも言われているから、まあ、歌はね今日歌人ということで、まあ、焦らないみたいなことで確かにねまだかなまだかなと思うことあるけど、焦らずでも絶対大丈夫だから、まったりまったりっていうことをね今日本当にね伝えてくれています。はい、ということで今日のメッセージはいかがでしたか。こちらのカードの写真は Facebook の方にアップをしております。ぜひそちらもご覧になられてみてください。また私はブログ、インスタ、メルマガ、Facebook 公式 LINE、 そしてこちらの YouTube とカードリーディング動画のあかりテラスという YouTube もやっています。ぜひそちらもチェックしてみてください。少しでもメッセージがピンとくることがございましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。本当にただいまこの無料鑑定1人50分間リーディングということで、オンラインの Zoom で行っております。年内100人いけるかなと思ってるんだけど、まあこれも焦らずゆっくりゆっくりね進めていけたら、本当にまあ、100人の方にね、そのなんだろう、あそうなんだっていうことがやっぱあるかもしれないし、小さな一歩でね、私の中では小さな一歩ではあるけれど、やっぱりそれがこう100人の種まきにもなっていったら、こういっぱい幸せが広がるなとか今思って、なんかふっと思ったけどねそう、ぜひねこの機会に公式 LINE からなんだっけ、鑑定希望とねメッセージをお預かりいただけると嬉しく思います。はい、それでは皆さんも今日はいかがでしたか。ではでは今日も一日、元気に豊かにハッピーに、より心穏やかにご機嫌よくお過ごしになられてみてください。ではまた明日お会いできるのを楽しみにしております。今日も本当にありがとうございました。それでは皆様ご一緒に、またねー。